25番リースバーグ、リバウンドランキングリーグ10位です。34番キャプテンの児玉貴之、キャプテン就任3シーズン目です。身長192センチ日本人ビッグマン、32番宇津井弘樹。第1クォーター2対2現在同点です。あとここはいいボールを奪って、そして宇津井です。宇津井が来ました。さあ対する香川、追い上げを図りたいところ。移住からウッドベリー、高さを見せます。移住からバーグ、ウッドベリー、移住が攻めていく。ウッドベリーのウィングジャンパー、スリーポイントシュートを決めていきました。ここはスティール見せます。バーグから児玉走り込んでミドルジャンパー決めていく。華麗な動きを見せます児玉。残り時間近い、八代からブラントが最後はミドルジャンプ決めていきました。アウトサイドからショットクロック残り7秒切っているブラント、ブラントがゴールした強さを見せます。第3クォーター残り間もなく7分というところ、ディクソンから薄井の3、筑波から伊豆と伊藤のマッチアップ、バーグがオープンでミドルジャンパー決めていく。ジャクソン走り込んでブロックショット、アンブラントがブロックショット見せました。そのままダンク。伊豆そして上田のパスを受けて、最後は左手一本で果たして香川、ウッドベリー走り込んでいく。レイアップシュート流れるようなプレー、スキップパス。ここは最後は野里のコーナー3決めていった。まあ、スリーポイントの応戦となっている。あと野里がボール手を出していくが、最後は頓宮でした。あ、ここも来た。さあディクソン、さあ激しいリバウンド争い、ディクソンが掴む、ゴール下粘り強く決めていく。インサイド、ここ激しいボール争いとなっていましたが、ディクソンが最後はさあどういった攻めを見せるか。ウッドベリーからパス通って、トングーゴール下、強さを見せます。ジャクソンとウッドベリー、迫力のあるこのマッチアップ、片手で決めていく。そして今ブザーが響き渡りました。